フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇の紀平梨花、19トヨタ自動車、が練習拠点をカナダ、トロントに移すと8日、紀平のマネジメント会社が発表した。開幕が迫る22年北京五輪シーズンに向けて、男子で五輪2連覇を果たした羽生結弦、26アナ、や女子で留年バンクーバー金メダルのキム、ヨナ、韓国、矢を育てたブライアン、大沢氏に支持する。騎兵は事務所を通じ大沢、コーチと彼のチームの指導のもと、北京五輪を目指すこととなり大変嬉しく思います。練習場所となるトロントクリケットクラブは、素晴らしい施設を備えた恵まれた練習環境なので、1日1日を大切に練習を積み重ねていきたいと思いますとコメントした。これまで指導を仰いだ濱田美栄氏からも引き続きサポートを受ける。大沢氏はフィギュア界の名伯楽。さらに、ジャンプ指導に定評のあるジスラン、ブリアン、コーチや、表現力を引き出すトレイシー、ウィルソン、コーチ、紀平の今季フリーを振り付けするデイビッド、ウィルソン氏ら一流の指導者が集う。初の夢舞台を目指す紀平にとって最高の環境だ。3回転半が代名詞の紀平は昨季、スイスを拠点として、ステファン、ランビエル、コーチの指導を受けた。2連覇を果たした昨年12月の全日本選手権で大技4回転サルコーを初成功。3月の世界選手権は7位に終わったが、北京五輪でのメダル獲得に期待がかかる。まずは来月から始まる GP シリーズへ向け、新天地で準備を進めていく。ブライアン、大沢とその門下生カナダ出身の元フィギュア選手。男子シングルで84年サラエゴ五輪、88年カルガリー五輪で銀メダルを獲得。87年世界選手権優勝。当時の最難関だった3回転半を巧みに操りミスター、トリプルアクセルと呼ばれた。06年からコーチとして活動し、羽生、キム、ヨナのほか18年ピョンチャン五輪男子のメダルのハミアユ、フェルナンデス、スベーン、同女子銀メダルのヤフゲニア、メドベージェワ、ロシア、らも指導した。